モレフィケテアサンテは、アメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人研究者、アフリカ研究者、コミュニケーション学者、アフリカ中心性理論の提唱者、ペンシルバニア州立、テンプル大学アフリカ学、アフリカンアメリカン研究学科教授及び学科長、南アフリカ大学特別教授、モレフィケテアサンテ、アフリカ中心研究所所長、ジャーナルオブブラックスタディーズ編集委員長、 アーサー・リー・スミスとして、アメリカのジョージア州、バルドスタ市に生まれる。1964年、オクラフォーマ・キリスト教大学、卒業。1965年、ペパーダイン、大学スピーチ学研究科修士課程修了。1968年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校スピーチ学研究科、博士課程修了。主に黒人のレトリック様式や異人種コミュニケーションに、 ついて考察する。後に、カリフォルニア大学バークレー校に、全米初の民族学研究科博士課程を、設立する、ロナルド・高木は、アサンテの UCLA 時代の恩師にあたる。また UCLA の学友には、日系アメリカ人研究で著名な、ハワイ大学マノアコアメリカ研究学科教授の、デニス・オガワがいた。パデュー大学コミュニケーション学科助教授。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校スピーチ学科准教授及びアフロアメリカン研究センター長、ニューヨーク州立大学バッファロー校、コミュニケーション学科教授及び学科長を経て、1984年、テンプル大学アフリカンアメリカン研究学科に学科長として着任する。1987年全米初のアフリカンアメリカン研究科博士課程を設立する。 以来指導教授として140本を超える博士論文の主査を務める。日本人の教え子には、シカゴ州立大学歴史学科准教授の森川鈴子がいる。1970年代から1980年代に、かけてアサンテは、アフロセントリシティ、ザセオリーオブソーシャルチェンジ、ザアフロセントリックイデア、ケメット、アフロセントリシティアンドナレッジなどの代表的著作を、 精力的に出版し、アフリカ中心のパラダイムを確立する。アフリカ及びアフリカ人はヨーロッパの終焉に位置づけられ、ヨーロッパ人の視点から客体として描写されて、北として人間科学におけるヨーロッパ中心主義を鋭く批判した。帝国主義的アフリカ研究において軽視されてきた。 古代エジプト文明やアフリカの伝統文化を中心に戻し、アフリカの歴史をアフリカ人自身の視点から捉え直したり、アフリカ人のためのアフリカの未来を考えるという主体的意識の必要性を力説した。なお、アフリカ中心性理論はヨーロッパ中心主義のような自分家中心の普遍主義や排他的な自民族中心主義ではない。1 9九十年代には、 米国における多文化主義論争の代表的論客として、当時アメリカが衆国教育省副長官であったダイアン・ラビッチやジョン・エフ・ケネディ大統領の特別補佐官を務めたアーサー・シュレ・ジンジャーなどと激しい応酬を交わした。これらの論争を契機に、アフリカ中心のアプローチは全米の多文化教育の重要な位置を占めるようになる。アサンテが執筆した高校生用の教科書、 アフリカン・アメリカン・ヒストリー、エイジャーナル・オブ・リベレーションやクラシカル・アフリカは北米の400校以上の学校で採用された。近年はダカールのパン・アフリカ戦略研究所やツワネにある南アフリカ共和国前大統領のタボムベキが設立したアフリカリーダーシップ研究所の顧問としてアフリカ合衆国構想に関して積極的に政策提言をしている。 2012年3月ペンシルベニア州フィラデルフィア市にモレフィケテ・アサンテアフリカ中心研究所を開設する。2013年4月にニューヨークで開催された国連総会においてアサンテはセレッツ2アフリカンピースザ・フェース・オブ・ソリューションズについて演説を行った。2019年11月全米コミュニケーション学会よりコミュニケーション学者としては最高の栄誉である。 ディスティングイッシュとスカラーアワードを受賞した。首都ワシントンにあるハワード大学、ウィスコンシン州の私立マーケット大学、フロリダ州立大学、アフリカのジンバブエマスコミュニケーション研究所、中国の石膏大学でも客員教授として教弁をとる。また、長年専門学術士であるジャーナルオブブラックスタディーズの編集委員長として黒人研究の発展に尽力する。 マウラナ・カレンガと並んで、アサンテは米国におけるアフリカ系アメリカ研究、アフリカ研究の第一人者であり、異文化コミュニケーション学の先駆者でもある。著書、論文多数。2014年6月に来日し、京都で開催された黒人研究の開設率60周年記念大会でアフロセントリシティカルチャーチャレンジングザインヒューマン・イン・コンテンポラリー アイデアズという演題で基調講演を行った。また、熊本学園大学附属海外事情研究所の2014年度第1回研究会においても、アフリカン・アメリカンズアフロセントリシティという演題で講演を行った。ありがとうございます。